成功から成功。弟分の Y がこんな質問をしてきた。学人の思い出って何ですか？この質問はたまにされるのだが、いつもこう答える。思い出がなかったから思い出を作ろうと思ってケールに引っ越したんだよ。この答えにキョトンとする彼がまた質問してくる。でも誰にも体験できなかったことをいっぱいしてきてるじゃないですか。それって思い出じゃないんですか？確かに普通にはできない多くのことを、いいことも嫌なことも含めて今までたくさん経験してきた。それは経験であって思い出とは少し違う。以前上場会社の代表 KT さんと成功について話をした時、彼が言った。周りで成功しているものは多いが、成功しているものは少ない。この差は大きい。確かに功を成したものは多いが、幸せを成したものは少ない。もちろん功を成しただけじゃ幸せになれないのかと聞かれれば、全くなれないというわけではない。ある種の達成感、満足感は得られる。これも大切なこと。ただこれは多くの経営者やリーダーが当然のごとく経験し理解することだが、常に何かをスタートするとき、一つのゴールを定めて出発する。だがそこにたどり着くまでに多くのものが消えていく。信頼していたもの、理解し合えていたもの、支えてくれたもの、愛しているものでさえ消えることもある。それほど一つのゴールを目指すまでの道のりは想像より険しく、何度も心が壊れてしまいそうになる瞬間が訪れる。それに耐えきれず消えてしまうものを責めることはできない。だからこそ今もなおそばにいるポジティブな仲間は、言葉にはできないほどの大切な存在となる。そして自分の周りの人が去ることは寂しいことだが、ゴールを目指す途中でまた新たな仲間と出会えることが大きな救いとなる。今ではこうやって教えてくれる仲間が少なからず増えた。